はい、じゃあ今から今年初のイチゴ狩りをやっていきます。今からなんですよ。今年ちょっと遅いけどね、あの大体去年例年より1週間ちょっと10日ぐらいは遅いかな。なんかもうね、例年だったらもう終わりかけなんですけど、今がねちょうどでき始めたくらいです。イチゴできてますね。こいつ綺麗だな。虫食いもなし。こんな感じで収穫していくよ。うちのイチゴ狩りはね、完全に宝探しみたいなもんなんでね、あの草とイチゴのやつをかき分けて探していかなきゃいけない。まあ、結構ねできてますね。そのでき始めの本当の最初はね、なんか虫にすごい食われるんですよ。ほんで実が増えてきたら、なんだろうね、虫さんもそのターゲットが増えるからなのかわかんないけど、結構ね虫食いなしのやつがあります。これは土がついてるだけで綺麗なイチゴで、この前も言ったけど、うち受粉作業とかは全部虫に任せてます。僕はもうほったらかしてるだけ。でもね、結構しっかり受粉してくれて、あのイチゴの、あ、これアリに食われとる。これでね、アリさんで食ってます。ほい、まあ、受粉作業は、ね、全部虫さんがやってくれるんでね。で、多少青いうちに摘んでも、あの追熟します。持って帰ってちょっと置いとると赤くなるんでね。これもいいね。小さいけどしっかりしてる。こんな感じで収穫していくよ。おー、いいね、いいね。で、この時にランナー見つけたり、あのアリ塚なんかがあったら、あの潰していくといいです。これいいね。このヘタが反り返ってる、これ完熟ですね。完熟って、まあ、色はちょっと淡いけど、いい感じです。でランナーがあったら、ランナーはまだ、ね、摘み取ってください。いちご収穫してる最中はね、ランナー飛ばす必要がないのでね、あの取ってもね、またどんどん後からいっぱい出てきますよ、ランナーはどうせ。なのでいちごの収穫シーズンが終えた頃に、あのランナーを伸ばしてあげて、来年の苗を作ってあげればいいので。結構綺麗なのができますよ、これ。はい、ということで収穫してきました。時間かかるんですよ、これ探すのに。どんだけ取れたかっていうと、ザル1杯分です。まあ、でき始め、これがね、だいたい2週間ぐらいは続きます。で、ピークの後もっといっぱい取れる感じ。今年でもね、ちょっと出来があんま良くないから、できてか、あの生育自体が良くなかったからね。ただここ、そうそう、あの言い忘れとったけど、イチゴって雨が少ない方が美味しくなります。やっぱね、あの雨が多かったりすると、そのあの味がぼやけるんですよ。トマトなんかと似ててね。だからここ数日雨降ってないからね、非常に多分糖度が凝縮してるんじゃないかな。うまいうまい、うん、美味しい、うん、だから多分あんまりないと思うけど、路地のいちご狩りなんかあれば、晴れが続いた日の後なんかの方がうまいです。ただ水やりしてたら別だけどね。だからいちご栽培では基本的にあんまり水やりしない方がいいですね。特に実ができて初めてからは。すごい甘い。あー、うめえな楽しみだ。あのこれね、全部自宅用です。食べきれんかったらジャムにしちゃう。いや、ウキウキだな今日は。よし、帰ろう。これが今日取ってきたいちご、ザル1杯の分を選別した後ですね。ザル含めて991だけど、まあ選別したあったもんで、で、あとちょいちょい食べたんで、およそ1キロぐらい取れたっていうことです。十分じゃないですか。これがね、これからね、まあ、毎朝とは言わないけど、2日に1遍、3日に1遍ぐらい取れるわけですよ。豊かさです。しかもこれからどんどん増えていきます。おすすめ。おすすめ。